わざみやま古墳は大阪府藤井寺市の中にある古墳。形状は前方公園墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。古くは京山の字が当てられていたが、今ではひらがなで表記するのが通常である。また、はさみやまと記される場合もある。前方部は東を向き、一重の集合が墳球を囲んでいる。 噴球は長さ103メートル。公園部の集合の一部は埋め立てられ、さらにその一部は民有地となっている。また、先端は1974年に工事が行われた国道170号に接している。南には噴球町154メートルの野中宮山古墳が100メートルほどの距離で隣接している。両古墳の周囲には波佐山遺跡と呼ばれる遺跡が広がり、 飛鳥時代から室町時代にかけての柱跡や排水口などが発掘され大規模な集落であったことが確認されている。1990年約1万5000平方メートルの古墳の内公園部集合の一部を埋め立てた民有地1154.65平方メートルの所有者が開発許可を府に申請した。府はこれを認めなかったため、その土地は 建設会社など4社の共有地として登記され、土地所有者が大阪府に買い取りを要望。1991年、藤井寺氏がおよそ8億7000万円で買い取った。その後、市の申請に基づき1996年3月には、ザ三山古墳として国の史跡に指定される。ところが1999年11月、 元の所有者一人の土地持ち分に設定されていた約1億円の低等権仮登記が校舎への移転登記前に無断で抹消されていたとして低等権者の相続人が大阪地裁に提訴。死を相手取って低等権仮登記の回復を求めた。また土地所有者の一人として大阪近鉄バファローズの梨田監督の妻が関与していたことなどから 一部週刊誌等で報じられた。この訴えが認められ、結果的に市は敗訴。調停にも応じなかったため、2004年秋、低等権者の申し立てで、史跡である古墳の一部が競売にかけられるという、異例の事態となった。2005年1月6日、事実上、開発ができない土地にもかかわらず、堺市の不動産会社が888万円で落札。その後、 市に対して路線下での買い取りを求めたが市が応じなかったため交渉は決裂。2005年3月、市は不動産会社を相手に127万7千円の賠償金を支払う代わりに所有権を放棄するよう求める訴えを大阪地裁社会支部に起こした。2006年3月には所有者の会社に対し370万円で市に譲渡するよう命ずる判決が出ている。 ありがとうございます。